2024年1月22日、海上自衛隊は現在偽装工事が進められ、この3月に収益が予定されている最上潟護衛艦6番艦の阿賀野のロゴマークが決定されて発表されたよ。阿賀野のロゴマークは2022年6月1日から30日の期間に一般公募され、その候補の中から阿賀野偽装員による選考をもとに偽装委員長が最終決定したもので、全体がブルー系統の配色でまとめられていて、阿賀野艦名の由来である阿賀野川の流れとそれが流れ込む日本海の白波を表現したものとされているぜ。今回はそんな阿賀野のロゴマークが決定された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、考案者の南原さんはこのロゴマークのデザインに際して考えたコンセプトについては、体の小さいにもかかわらず、果敢に獲物に立ち向かう習性のある超幻望を織り込んだとして、護衛艦阿賀野が勇猛果敢な護衛艦であるよう願いを込めていると説明したんだ。超幻望とはおさはじめ望とも表されるハヤブサ科の鳥類で、ネズミや小型の鳥類に昆虫ミミズカエルなどを捕食するぜ。空中でヘリコプターの様に1点に止まるホバリングを行いながら獲物を探し、発見すると体を斜めにしながら急降下して地上で獲物を捕らえることから、艦隊がコンパクトに作られていながら多目的な活躍が期待されている阿賀野とのイメージが重なるとされているってわけだ。阿賀野を含む最上潟護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦として、新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したね。この FFM とは、諸外国の海軍において最上潟護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種となっているんだ。この FFM は、2013年12月に公表された、2014年年度平成26年度から2018年度平成30年度までの自衛隊の国防計画である、中期防衛力整備計画26中期防によって建造計画の構想が進み、一番艦の建造が平成30年度予算において承認されたため、30FFM とも呼ばれているよ。この FFM が誕生した理由には、これまでは中国沿岸のみの活動であった中国海軍が、近年は東シナ海や南シナ海だけでなく太平洋方面にまで海洋進出を企てていることが挙げられていて、海上自衛隊の護衛艦隊による警戒監視活動や情報収集活動の任務が増大していることに加え、旧式となった護衛艦の退役を補う必要があることから、多様な任務への対応能力が向上されて艦隊のコンパクト化と省人化を両立させた新型艦艇が必要となったためで、海上自衛隊では護衛艦隊に所属しない形で行動可能な護衛隊をこれまでの5個から6個に増強するためとされているみたい。今のところ 30FFM は12隻の建造が計画されていて、3月に阿賀野が就役すれば6隻目となり、現在7番艦に淀と8番艦湧別の建造が進められているな。実はこの最上潟護衛艦は当初22隻の建造が計画されていたのであるが、最上潟の建造が12隻のみで止まることになったため、その代わりとして新型 FFM を12隻建造することになったぜ。最上潟と新型 FFM の大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS 日本ではの数が、最上潟では16セルとされ後日搭載装備とされているのに、対して新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって VLS 発射装置は倍増の32機が搭載されることとなり、もはやフリゲートの範疇を大きく超えているんだ。最上潟護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載によって7万馬力を発揮し、最大速力は30ノットが可能なんだって。一方で新型 FFM は、
基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機 VLS32 セル1機シーラム1機の他に、324メートル3連装単魚雷発射管2機に、人7式艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機が搭載され、SH-60K ヘリコプター1機が艦載されるなど、VLS の数が2倍となっている他は最上型と同じ兵装だな。陸海空のみ自衛隊における部隊や護衛艦のロゴマークは、ワッペンやステッカーから、マグカップ T シャツキーホルダータオルなどにプリントされて一般に販売されており、様々なネット通販では人気ランキングなども発表されているね。それらの中で人気が高いのは空母化改装が進められていて話題になることが多い出雲型護衛艦の出雲や加賀がダントツで、次いで8隻のイージス艦や双流型及び対艇型通常動力潜水艦、そして最新鋭フリゲート艦の最上型の各艦に人気が集まっているとされているんだ。護衛艦出雲のロゴマークは、出雲神話で大和武尊の御事が大和のオロチを退治した時に、大蛇の体内から発見されたと伝えられる天の村雲の剣、別名を、草薙の剣と、大和のオロチがデザインされているよ。これは圧倒的な力を抑え込むさらなる強力な存在というイメージを表現しているとされ、隠し要素として円形に書かれている赤い大和のオロチは日の丸のイメージも盛り込んであるというな。また護衛艦加賀は艦名の由来となった加賀藩石川県の名産品である金箔と、染め物で有名な加賀友禅の文様をイメージとして日本的な華やかなデザインとなっているぜ。黒地の背景に四季の花々梅桜ボタン気境コスモスと海鳥が飛び立つヘリコプターのイメージで書かれていて、四季花々の花言葉は忠実、優れた教育、思いやり、誠実、調和とされ、これらが自衛官の心構えとして表現されているらしい。海上自衛隊では護衛艦や潜水艦のロゴマークを公募することが通例となっていて、護衛艦の偽装工事中にロゴマークの公募が発表されて、その応募作品を収益後に乗組員となる偽装員が選考して、艦長となる偽装委員長が決定するパターンが多いんだ。また、ロゴマークは円形のものが多い中で、四角形や輪郭のないものなど様々あり、最上型護衛艦3番艦の能代のロゴマークは、最上護衛艦では乗組員に対してクルー制が導入される予定となっていて、能代のロゴマークはチームの意味が込められたエンブレム型となっているよ。ちなみにこのクルー制とは、平成31年度2019年度の30大綱に基づいて、最上型護衛艦において導入が予定されている制度で、防衛省によると3隻の最上型護衛艦に対して4組の上組クルーを配備し、3組が常時乗艦してその間残りの1組を休養や地上訓練に充てることで、艦船の検査修理期間以外に港に停泊している期間を短縮して、全艦艇の運用効率を向上させることを目的としているぜ。乗組員の統率が困難となる可能性があることや、3艦各艦の偽装上の細かい差異などがある場合では、艦艇の全力を発揮することが可能な状態を維持できるかどうかについて疑問視されている一方で、常に艦艇を稼働状態に置くことが可能となるため、稼働席数を確保するという観点からは有効であろうと評価されているな。これは同じクラスのこれまでの護衛艦がと比べて、最上型護衛艦の乗員数が大きく精進化されていることから発案されたものであるが、アメリカ海軍においても長期勤務となる戦略ミサイル原子力潜水艦などではこのクルー制が採用されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。